名古屋ガス株式会社は、明治末期から大正にかけて存在した愛知県、名古屋市のガス事業者である。東方ガスの前身にあたる。開業は、会社設立翌年の1907年で、名古屋市とその周辺地域に都市ガスを供給した。当時のガス利用の主体は照明であったため、伝統を供給する名古屋伝統と激しい競争を繰り広げた。1922年に、 名古屋伝統の高新関西電機へ合併され、同社傘下の東方ガスに再編された。明治5年9月29日、横浜にて日本で初めてガス事業が開業した。1875年には東京でもガス事業が現れ、その後神戸、大阪、長崎などへ広がっていった。東京や大阪での事業に触発され、日清戦争後の企業ブームを機に、 名古屋市でもガス事業企業に向けた動きが始まった。その発起人は、名古屋の実業家、山田斎吉ら13名で、まず1896年7月に愛知ガス株式会社の名で愛知県に対し許認可申請を行った。山田らの企業計画は1897年8月3日に許可が下り、 資本金30万円での会社設立を目指して、株式の募集に取り掛かるが、戦後不況が訪れると行き詰まり、発起人からも脱退者が出るようになって、会社設立は見送られた。後に、財務省の服部小十郎がこの権利を買い取って、企業しようとするも、やはり立ち消えとなった。日露戦争後になり、服部小十郎は、名古屋の財界人、奥田正香を介して、 東京の渋沢栄一、大阪の藤本清兵衛らを誘って、名古屋でのガス事業を再び計画する。一方、山田佐伯地もガス事業計画を再始動させようとしたため、当時の愛知県知事不可の13の調停によって、両陣営が合同で、名古屋ガス株式会社を設立する運びとなった。その後会社設立準備が進められ、1906年11月5日、 創立総会の開催に至った。こうして発足した名古屋ガスの資本金は200万円で、設立時の役員は、社長、奥田雅香取締役、大橋慎太郎、梅浦誠一、井上茂平、鈴木、兵衛、服部小十郎、山田彩吉、関西役伊藤寛一、岡谷宗介、相談役、渋沢栄一という顔ぶれである。 翌1907年3月25日付で、名古屋ガスは事業許可を得た。岡本桜石炭ガスを製造するガス工場は、新堀川に面する位置にある、当時は名古屋市街であった愛知郡五木曽村寺港縄手に設置された。建設に際し、大阪ガス技師長であった岡本桜を招いて技師長に任命している。工事は1906年12月より始められ、 翌1907年10月にガス発生用4門などの設備からなる第一期工事が完成した。並行してガス導管敷設工事も進められ、工場を起点として南北方向の本町通や東西方向の広工事通りなどに導管が通された。工事中の1907年4月から5月にかけて市内門前町の愛知県博物館に 内国商工品共振会が開催された。開催中、名古屋ガスは宣伝のため小規模なガス製造設備を会場に持ち込み、ガス灯やガス器具を出品した。これが名古屋市内で最初のガス灯点灯事例であった。1907年10月の工場完成を受け、25日夜に試験供給を実施。その結果を受けて27日夜より営業を開始した。 開業当時、電気事業は開業から18年経っていたが、市内の電灯取り付け数は3万6000棟余りで、各家庭に普及するほどではなく、いまだ石油ランプの利用が多い時代であったから、ガス灯の知名度はほとんどなかった。ガス需要や数は10月末時点で729個、最初の決算でも1077個に過ぎず、供給範囲も市内のごく一部に限られた。 当時利用されたガス器具には、ガストーや、分前バーナー、炊飯器、ストーブ、ガスエンジンなどがある。料金は、明かり熱用の場合使用量が多くなるほど単価が安くなる低減性が取られており、基本料金は1000立方尺あたり2円40銭であった。名古屋ガスの営業成績は、開業から1914年にかけて、急速に拡大した。 明かり熱用需要や数は1910年に1万個、1912年には2万個を超え、1914年11月末には3万9 5個に達した。当時の需要は10日が主体で、10日高校数と熱用高校数の比率は、むねに対1である。10日高校数は1914年11。 末時点で84,354口で同じ時期の名古屋電灯の電灯数の45%に及ぶ。またガスエンジンの利用も盛んで、バリキ数で比較すると電動機の8分の1程度の利用があった。この間の1911年9月、事業拡張資金調達のため倍額増資を決議している。名古屋ガスがガスの供給を拡大した要因として、当時は ガス灯が電灯よりも優れた照明であった点が挙げられる。この時代の一般的な白熱電球は発光部分に炭素線を用いる炭素線電球であり消費電力が大きく同じ明るさで比較するとガス灯に比して2倍のコストがかかるものであった。したがって安全性という点が加味されて初めて電灯はガス灯より優位に立つことができたのである。ガス灯の構成に対し 名古屋伝統は1912年1月に伝統料金を引き下げた。名古屋ガス側でも1914年2月、伝統度の対抗上値下げを断行し、消費量が多い場合の単価を引き下げた。1913年末から1914年頃が、ガス灯大伝統の競争の最盛期で、大須や広小寺沿いの繁華街では、伝統側は五色灯の料金で80色灯や100。 食糖を取り付けるガス側は一定額でガス糖2ニとガス七輪一台を紐すがら使い放題とするといった再三度外視の需要化争奪戦を演じたという。しかし伝統との競争と不況の影響で名古屋ガスの経営は悪化し、1913年下期決算では減廃を余儀なくされた。加えて1913年以降、名古屋伝統で 金属線電球への切り替えが急速に進んだ。この電球は発光部分にタングステン線を採用するもので炭素線電球に比して消費電力が約3分の1と大幅に少なくなおかつ電球の寿命も長いというものである。こうした電球の改良によりガス灯に対する伝統の優位は決定的となった。さらに 第一次世界大戦の勃発により物価取り分け、原料石炭価格が高騰すると伝統との競争は不可能となったため、1914年11月13日、名古屋ガスは名古屋伝統との間で競争行為を避けるという協約を結んだ。以降、名古屋ガスでは照明用に変えて、熱用需要の開拓に努めることとなった。伝統との競争が終結したことに加え、 折からの対戦景気によって経営的に余裕が生じたことから1916年1月に3度目の料金値下げを実施した。この時点での料金は開業時から引き続き低減性のままで基本料金は1000立方弱につき2円とされた。しかし、対戦景気による急速な工業化によって石炭消費量や賃金、運搬費が急騰、したがって5月頃から 石炭価格が再び上昇し9月からはさらに冒頭した。ガス事業はこの時期全国的に経営難に陥り、特に地盤の小さな地方の小規模事業者では廃業が相次いだ。名古屋ガスでは副産物のコークスタールなどの薬品、占料生産の部門が輸入途絶によって活況を呈したが、一方でガス事業では 原料非高騰のため1917年8.9月より、軍部地域、翌1918年1月より、名古屋市内で、ガス料金を1000立方弱につき50銭ずつ引き上げた。大戦終結後、戦時中に各協定した、副産物部門は一転して、不振となり、縮小に追い込まれた。しかし、石炭価格の高騰はその後も続いており、 1920年3月に2度目の値上げに踏み切った。この改定で使用量による低減性が廃止され、明かり熱用の場合1立方弱につき3円30銭の一律料金に改められた。加えて採算が悪化した遠隔地への供給が停止され、1920年4月に瀬戸市庁所、翌年9月に鳴海、有松を所管する、 なるみ出張所がそれぞれ廃止されている。こうした石炭価格高騰に伴う経営難の一方で、熱用、ガス需要は堅調に推移しており、設備増設のため1920年4月2度目の増資を決議し資本金を600万円とした。1921年8月、名古屋市が隣接16町村を編入して地域を拡大した。このため、名古屋ガスでも、 編入地域の料金を50銭引き下げ旧市域の市内料金と合わせている。加えて石炭価格が値下がりへ転じていたため、1922年5月に料金値下げを実施し、明かり熱用の場合1立方弱につき3円12銭へと改めた。1914年11月に名古屋電灯と競争停止の協定を結んだ際。 両者の利益を保全すべくさらに一歩踏み込んだ合併話があったが、時期尚早のため実現しなかった。それから7年経った1921年、名古屋市の市域拡大に伴って事業拡大が必要となったこと、10月に名古屋電灯が奈良県の関西水力電機と合併し、関西電機へと再編されたことが契機となり、この関西電機への合併構想が再浮上した。 11月に名古屋ガス側で株主協議会が開かれ、賛成多数で合併の推進が決まる。それを受けて協議が続けられ、翌1922年2月4日、関西電機との合併契約締結に至った。関西電機と名古屋ガスの合併条件は、存続会社の関西電機は資本金を600万円増資し、解散する名古屋ガスの株主に対して、 持ち株一株につき増進株一株を交付するというものであった。また同時に名古屋ガスのガス事業を基礎として新会社を設立するという二重覚書も交わされた。合併契約は1922年2月27日、名古屋ガス関西電気総報の株主総会で承認される。そして同年6月26日、 関西電機にて合併報告総会が開催されて合併手続きが完了、同日名古屋ガスは解散した。なお、存続会社の関西電機はこの株主総会で社名を東方電力株式会社へと改めている。合併と同日、新会社東方ガス株式会社の設立手続きが取られ合併時の二重覚書に基づき旧名古屋ガスの ガス事業をもとに同社が設立された。新会社の社名は同日付で解消した東方電力にちなむ。新会社の資本金は2200万円で全44万株のうち43万9000株を東方電力が保有した。社長には名古屋ガス社長であった岡本桜が就任している。また、東方電力では名古屋ガス以外に持ちた電気、微州電気、 北税電気の3社を合併した結果、愛知県のハンダ、市宮、津島地区と三重県の四日市地区のガス事業を継承したが、これらも東方ガスへと集約することとなり、翌1923年3月1日付で計60万円で譲渡している。1914年11月末時点でのガス供給区域と地域別のガス需要や数は以下の通り、 また、関西電機との合併直前にあたる1922年5月末時点での、需要や数は、明かり熱用3340個、動力用78個であった。歴代の名古屋ガス社長は、以下の3名である。奥田雅香1906年11月5日、創立総会にて選出。名古屋の有力財界人で当時名古屋商業会議所、会頭 1913年10月20日、実業会引退に伴い社長退任。井上茂平、1914年1月6日常務より、昇格し社長就任。名古屋のセンス賞、名古屋市会議長。1921年6月21日退任。岡本桜、1921年6月21日常務より、昇格し社長就任。ガス技術者で、 会社設立に最指揮市長として入社、東方ガス初代社長となる。ありがとうございます。